更新が早いと思いました？思いましたよね。更新が早いです。というわけで今回もスカイウォードソードやっていきましょう。前回はまあいろいろあったんですね。弓矢を使ってダンジョン攻略していきました。まあそんな感じですよ。でこっちからこう行ってこう行くとこう、やみやみやみやで、ここのはしごを登りまして、前回はねちょっと時空石のいろいろとちょっとねあの細々とした作業があったんですが、まあ今回は大詰めというわけで今回もね頑張ってやっていきたいと思うところなんでございますよね。よし、というわけで弓矢を早速使っていきましょう。ここだ、うまい、うまい。さあ一回現在に戻し、ここの目ん玉も貫きましょう。これで下の方に移動します。で前回はあのスイッチによりそこのねあのドア的なものがパカッと開いたんで、こう通ってえこう行きましょう。となると、うん、マガ玉、マガ玉、マガ玉、もう11個溜まっちゃった。ほんと11だわ。でこっち通りましょう。こっちはねあの過去になるとここ電源が通っててビリビリ通ってて通れなくなってる。とりあえず通れなくなってるんでここ着きました。で、ここガチャッと開けておこうかな。あ、じゃあはい、一回降りましょう。で、ここはね、この現在の時点ではもううるさいな、お前ら、ほんとにもううるしゃい、うるしゃい。ぶっさせませんね。というわけで、一回ここ外出て、外出るんですよ。外出まして、出ましてね、こっちの方にもいろいろとちょっとギミックがあったと思うんでございますよ。あります？あ、ここやってた、やってました。やってましたよ、ほんとに。よしよし、戻りましょう、戻りましょう。はい、こっち戻りまして、来た道を戻りましょう。いや待てよ、戻るのはどうかと思う。あ、いや戻るのか、戻りましょう。あ、違う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 、こっちですね、こっちの右の、はいはいはい。で船に乗って上まで戻っ、あ、ちょっと待って、違う違う違う、ごめんなさい、情緒不安定か俺は。こっちのここですよ、ここの網戸的なとこからもう軸石戻らなくてもう当てれました。ああ思い出してよかった。いけー、よーし、これで戻りま、いやいやいや戻りました。でここをぶっ刺す、で左に回し押し込む、プ、そうすることによって、あ、てか電池少ね、電池少ね、ウィスティック電池少ない、危ない危ない、今回が限界か。エネループ任せましょう。ファイちゃん、マスター、再び大きな振動確認、状況は不明ですが現時点ではローにいる船員の元へ急ぐことを提案します。了解しました、行きましょう。これね一応もう電力2つね取り揃えたことによって、まあ、下に行けるんですが、船員たちに会っておかなければいけないということで、どっちから行ったらよかったかにゃ、まだこっちかにゃ、こっちですね。で右行くでしょ、右行ったらここね、またさらに右に行くとまっすぐ行けると、でまっすぐ行けますから、こっちをまた右に曲がり、もう右右右曲がる。あれあれあれ、うんうん、なんだ、え、行けなくねこれ、ええ、9と3分の1番線みたいな感じ。うわー、ダメだ、通れない。え、どうなってんのこれは、ここ行き止まりだったっけ、あ、そうだったっけ、いや違う、過去に戻さなければいけなかった。ああ、そうだったよ、そうだったけど、これいけないよ、いけないよな。いや過去に戻してもどうなるか、ちょっとおしゃべりが過ぎますね。息つくなあれ。やっぱこっちですかね、こっち一回戻りましょう。よいしょ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 。でこの樽も一回割っておいて、弓矢も補充しておきましょうね。さあここも下に降りれるはずです。ガチャッと開くと、ここがどこに繋がっているのか、それが問題だ。ん、あー、ダメだ、ビリケンさんだ、危ない危ない危ない、無視しておきまして、こっちからね、ここが一応ボス部屋の部屋となっておりまして、でここをさらに右に行くと、右に行きます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 、で、そうなると、ここですよ、下の、お前らうるせえな、行きましょう、プッ、さあ、後ろにもまだいいんだろ、
さあここのね船員はこれですね。お前人間だな、どうやってここまで入ってきただけろ。ケロケロケロ、船長と一緒に助けに来てくれた。オッケーオッケー、ビリビリのせいでここから出られないんだ。ふんふん、そうだ、この牢の下には船の機関室があるけど、地下ですね、この真下ということです。これガチガチ動いてますでしょ。機関室にはこの牢に通じる通路があるだ。あ、でも機関室を通ってここまで来るには機関室の電源を入れる必要があるけど、あれ機関室動いてるみたいだな。あれ優秀ですから、うん、というわけで機関室そのままぶっ込みましょう。機関室まではどうやって行けたか、こっちからね、なんか通れたりできなかったかな、ショートカットできたりしません。あー、もぬけの殻、本当に殻、宝箱まで殻、救いようがねえな。よし、じゃあ戻りましょう。はい、はぁ、実況のモチベーションっていうのもね、やっぱりありまして、結構ね、今回はすごくやる気が出てた、うん、朝から、あ、やりて、実況やりてみたいな、だからちょっと今に至るんですがね、まあやっぱり舌が回りますよね、こう調子がいいと、体の調子がいいと舌が回るんですよ、髪もしません。お、あっと違う、なんかウィースティック右下注目してました、なんか2つに戻ったと思ったら電池、乾電池また1つに戻ったな、なるほどなるほど、なんだろうな、ほんとに。でこっち戻ってきましたが、ねこっちから左に入りまして、機関室っつうのはこっち、あれ違うくね、外れでした、外れでした、こっちだったかな、こっちでちね、え、あれあれこっちなのかにゃ、おーいおーい、やばい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 、やばちゃんやばちゃん、じゃないこれ、あんたやばいんじゃ、違う、こっち違うんだけど、また外れ、ごめんなさい、ほんと、あ、よくこらさい、こっちでした、ほんとごめんなさい、こっちでした、ほんとごめんなさい、こっちでした。またこっち入ってきましたね、こっちの下の左のね、ところのはしごから降りていきましょう。よっ、トン。さあここから先が機関室となっております。ここはね、ちょっとね、難しいギミックとなっておるんですよね。まあ一度やってるんで、まあ少しばかしね、一応知識はあるんで、まあサクッといけると思いますが、サクッとやってきました。一応こっちにもね、通れる道がありまして、なんだファイちゃん、マスター、お使いの、あファイちゃんからも注意を受けてしまった。早々と取り替えなければいけない。というわけで早々と実況も終わらせてしまいましょう。内容は濃く、危ないぞこれ、これを避けつつやっていきましょう。危ないぞ危ないぞ、行きましょう。さあ一応ここもね、一応なんでしょうね、風のタクトみたいにこうプラプルプルみたいな感じでいけるんですけど、ごちゃんじゃないな。さあこっちに角度を変えまして、こう飛んでいけたりはできるんですけども、ここは確か宝箱ばっかり、いけなかったんだけど、情けねえな。ここはちょっと無視しておきたいところなんですがね、ちょっとまあ一応視聴者さんにも見せておきたいなという気持ちもありましてございます。まあ、ちょっと行ってみましょうか。行くぜ行くぜ、行ける。でここ渡っておきましょう。この上には宝箱が4、5、6つぐらいあったような、ほら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 、桃源郷だ。開けていきましょう。外れもあったような気がするんだけど、ダークマターか、ダークマターね。はい、3つ目で、次はいちいちこのゴマダレがちょっとしんどくなってくるな。うわー、シルバールピー、100ルピーだ。これでもう600マックスに溜まったんじゃないか。溜まりましたね。テケ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 。3つ目、ああもういらないな、これはいらないな、何に使うかも分かりませんもんね。6つ目です。さあ4つ目、にゃー、あーしまった、もう600溜まってた、600まで溜まりましたからね。次何に使うかしら。
ダークマターか。もうちょっと閉まらなかったな。ちょっと最後にシルバールピーは、設置しとくべきだったかなと思いますが。というわけで、この宝箱を全部奪い去りました。よっ。で、もう用済みですので、ここを降りて。さあ、次はこっちからですね。よいしょよいしょよいしょ。危にゃい危にゃいさあ、こっち来ましたよ。こっからが重要です。さあ。ここはね、このムチちゃんを使ってこの奴らのこの起動してるこれにね、この上に乗るんですよ。あ、潰されてぞ、危ないぞ、潰されてぞ。いや、ここに乗るんです。で、ここからジャンプ、オッケー、うまい、うまい、うまい、危ない、危ない。で、ここまでやってきましたから、これなんだろうな。うわー、なるほどね、ショートカットができました。で、ここで降りる。で、ここの小さな排水管みたいなところを通ってったら、もう目的地というかゴールですね。ほぼゴールに着くと思います。確かにどうぞ。やっぱね、これメタルギアストリート思い出すんですよね、これ見てると。ほんと1ですかね、1が良かった。1が一番印象深いというか、こういったシステムですからね、上からのカメラ視点ですからね。まあそれは置いといて、ここなんでしょうかね。うわー、ちょっと、いけ、さあ来ましたよ。あ、というわけで、あの船長のとこに着いたんじゃないでございましょうか。着きましたね。本当に助けに来てくれたのか、嬉しいけど。そうか、ネイルの炎を求めてこの船に来ただな。ネイルの炎を復活させるには、セユシスはこの牢の隣にあるんだが、大きな扉で閉ざされていて、船長室に行くといいけど、セユシスの鍵は船長室にあるはずだ。どこだろう。助けに来てくれたおかげにこの鍵をやるけど、わあわあわあ、鍵のかかった扉を開く鍵。船長室には甲板の後ろにある扉から入れるけど、どこ、そこ、今僕はどこ、今 B2 ということで、1階ね、1階にあるんだけどね。了解しました。我たちはこの先に脱出しているよ。キャロ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 、かわいいっすね、かわいいっすね。よしよし、じゃあ俺たちも戻っていきましょうかね。こっちはビリビリで戻れませんから、やっぱこっちから戻るしかないのか。ないっすね、ないっすね。よいしょ、またメタルギア。よいしょよいしょよいしょ。さあ、もうボス部屋の鍵を入手するための鍵も手に入れたということで、もうそろそろ本当に大詰めですね。さあ、ボスも大まみえするぞ。そろ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 、大変だけど。さあ、こっちショートカットは開けときましたから、こっち取っていきましょう。こっちの甲板の後ろから直接つながってたりしないんでしょうか。そうなってくれてると非常にありがたいんですが、まあそううまくはいきませんよね。ガチャで、こっちに行って、こっちからはしごを登って上に渡ると。はい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 。で、さらにこっちに行って船に乗りまして、で、弓矢を使って上に行く。至近距離からごめんなさい。火山、あ、こっからもうすでに、あ、危ない危ない。船長室行けますね。ここです、ここです。あ、やっぱりな、やっぱりな。思ってた通りだ。さあ、船長室やってこれたのか。ブブブブ、入り組んだシステムになってそうですが、ここも懐かしいっすね。さあ、こっちの左から行けるのかな。行けない、行けない、行けないと、どういうことだ。いや、ということは、ということは、一回過去に戻さな、現在かな、現在に戻さなければいけない感じか。一回戻りましょう。さあ、弓矢ちゃんの出番がやってきました。この上にもうすぐありますからね。うわ、いけ、100発100中。さあ、現在に戻りました。で、このまま入れると思います。
多分ね、多分ね、ここからスルッと降りれるんですね。そこから入れます、入れます。で、入れますから。はっ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 、あ、もうルピー取ってもいっぱいだからな。仕方ないっちゃ仕方ないから。で、ここはなんだろう。ここはなんだろうな。あ、なるほどな。向こうに弓矢をうがつところがあるということか。そこが開くが、これもう本当にもう。ということは、一回、また現在、この上から現在に戻しましょう。過去かな、過去に戻しましょう。あ、どこだ、どこだ、どこにある、見えねえ、見えねえ、見えねえかな。この真上と見た。なくない？あったあったあった。オッケー。さあ、これで元に戻って敵さんもうようよ。まあしかしね、こんなもんはだるま落としの要領。はい、速攻で、こっちも片付けましょう。いた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 。あ、オッケー。で、この調子でもうリンクさんが立つで、開きますから、ここから狙いを定めて、ここだ、うまい。で、そこの扉が開く。でも、このまま現在というか過去のままでね、突き進んでいきましょう。その方が都合がいいと思いますから。立て、いっぱい届くのか、届くのか、届くのか、届く届く届く、やべやべやべ、危ない危ない、カッコ激怒、お願いします、お願いします。いやあ、もう金リオレウスと銀リオレウスがいっぺんに出てきたみたいな、そんな絶望感がありましたね。どっちもリオレウスって言っちゃった。うるさい。ああ、もういかんいかん、あかん、体力あかん、体力あかん、うるさい。こっちは妖精ないんだぞ。お、というわけで、うん、早いことボス部屋の鍵手に入れることができましたね。よかった、体力ギリギリ。さあ、開けましょう。ごまだれー、イカした像を手に入れた。ブツブツの吸盤がたまらない。なんともイカした形の像、生臭いぞ。マスターがこれが船員が、マスターがマスターこれが船員が言っていた制御室への鍵だと断定します。制御室の扉はこの罰印の場所にあったと記憶しています。ここですね。急ぎ制御室へ向かうことを提案します。了解しました。はい、というわけで、じゃあ一回戻りましょうね。パッ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 、体力回復しておきたいところですがね。さあ、一度ね、ちょっとまあこの体力のままでもなんですが、ちょっと一回制御室の扉の前までとりあえずね行ってみましょう。まあ、それぐらいの余力は残っているはずだ。さあ、どこだったかな、どこだったかな。ここですね、最下層的なところでしたからね。一回ここで休んでおきましょう。これありがたい。パッパラパーパラパラパッパー、 BGM おかしいな。さあ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 、来るぞ来るぞ来るぞ、行こう行こう、パラパパーン、行きましょう。こっから降りれるんですよ。で、さらにこっちか。はい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 、行きます行きます。もうリンクさん元気ですからね。ハートさえあったらもうリンクさん本当にもう緑の色がピンクになるぐらい。オッケーオッケー。さあ、こっちのまっすぐに行って、さらに下に降りたところが制御室だったと思います。ああ、敵さんもいたような気がするな。いたんだよな、ビームちゃんいたんだよな確か。で、この目の前にも確かビリゲンさんいたような気がするんだけど、記憶力いいですからね。ほら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 、バット、よいしょ、島パン、うわ、黄金色のドクロ、かなりいいもん持ってました。はいはい、さあ、こっからが正念場ですね。サクッとやっつけてしまいましょう。後ろ向いてって、あ、ごめんなさい、後ろ向いてしまった、やめて、あー、殴り殺しかよ。ああ、というわけで、ここが、あ、ちょっと待ってね、ナイスじゃねえな、おっと、ナイスだった。
よし。というわけで、ここが制御室の、まあ、最下層のここが部屋となっております。生臭い匂いがここの鍵穴からプンプンしてきますわ。というわけで、次回はここのね、制御室の鍵を使ってボスと対面、抜刀、ネルの炎をゲットというわけで、次回もねご期待ください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。何度も夢に破れて裏切られて、そしてここへたどり着いたんだ。急ぐ理由はないけれど、僕は何度も時計の針を気にしてはため息をつく。一体どこで間違った、どこで諦めた。巻き戻すためのボタンがあればな。静寂の中